今日昼前、十勝の目室町の交差点でダンプカーと軽乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた80代の女性が病院に運ばれました。ダンプカーと電柱の間に挟まれた軽乗用車の車体が大きくひしゃげ、折れた電柱はダンプカーの運転席付近を直撃しています。今日午前11時半過ぎ、目室町東四条5丁目の交差点でダンプカーと軽乗用車が衝突、さらに電柱と信号機の支柱をなぎ倒しました。この事故で軽乗用車を運転していた80代の女性が病院に運ばれ、手当てを受けていますが、命に別状はないということです。現場の交差点には信号機があり、警察はどちらかの車が信号を無視したか見落とした疑いもあるとみて事故の原因を調べています。